続きまして、FMARのヒーローインタビュー。いやー、もう言葉が出ない感情ですよ。お疲れ様です。おめでとうございます。素晴らしい。オリンピック7月の試合前に、シカパーのゴールデンゴールご紹介しましたけども、これもう8月も決まっちゃうんじゃないかなっていうのは素晴らしいです。最近足にもかかる感じ、感触があるんで、練習で、まあ、今日もそうやっぱ出た選手がそういう選手の気持ちを忘れずに